はい、どうも、哲学とです。ディアブロの最新作、ディアブロ4のね、発売も明日に控え、かなりね、多くの方が、配信やね、動画の方で、うちのチャンネルを知ってくださって、ディアブロとかハクスラ、なんか見てて、むちゃくちゃ面白そうなんだけど、なんか、この手の、ゲームをやられている方が、数百時間、数千時間、数万時間とかね、無限に遊べるゲームだよ、と。言ってるんだけど、本当にそんなにハマる要素あるのみたいなことも、不思議に思う方とかね、もういらっしゃると思いますので、ハクスラって結局何が魅力なのかとか、そういうところをね、ちょっと今回は、お話ししていこうかなと思います。多分このあたりを知ると、ハクスラが楽しめる、自分にとってハクスラが楽しめるゲームなのか、それともちょっと自分とは合わないゲームなのかっていうところも、理解できてくるかなと思いますので。もちろんその見るだけでもいいんですけど、ディアブロの宿命として、見るよりもやる方が、1000倍楽しいっていうところがあるんですよね。なんでかっていうと、ストーリーとか変化がむちゃくちゃあって、そこの部分の、流れを楽しむっていうゲーム性というよりは、むしろストーリークリアし終わってからね、無限にやり込んでいく。エンドコンテンツの部分の魅力っていうのが、どの作品にとっても命というようなところがあるので、その部分がちょっと伝わらないとなかなかね、やってみようという感じにはならないと思うので、話していこうかなと思います。でですね、ディアブロとかハクスラのが、中毒患者がさ、何千時間もやり込んでしまう魅力って、詰まるとこ一言で言ってしまうとですね、それはね、ランダム性だと私は思いますね。他の RPG との比較で言うとさ、特定のボスですね、例えばアクト1のボスを、倒したら、この武器が確定で出るとかさ、そういうシステムのゲームってあると思うんですけど、ある敵を倒したらある、アイテムが確定でドロップする。しかも、その能力値っていうのは、一定であるっていうゲーム性の場合っていうのは、そこにリプレイ性っていうのかな。何度もそのボスを倒すっていうのはさ、レベル上げで、弱い敵を倒すっていうことはさ、あるかもしれないですけど、なかなか他のゲームだと、そういうね、目的がない限りはやらない行為になってるんだけど、ディアブロハクスラはですね、その繰り返す部分に、最大の魅力があると思っていて、それはなぜかっていうと、アイテムにランダムな値がつく。そして、レアなアイテムっていうのは一回その敵を倒しただけではドロップしなくて、何回も倒して初めて落ちてくる。特に、ディアブロ2リザレクテッドなんかは、そういったアイテムを掘るっていう部分が非常に強く出たゲームになってますので、装備品によっては1000回、2000回、数千回回して1回出るか出ないかみたいなさ、低ドロップの、アイテムもありますので、そういうものの獲得を目指して、日夜掘り続けるっていうのかな、いうところがあると。なので、ランダムドロップ、そして、落ちたものに関しても、可変値でいろんな能力値がつくっていうところが、まず一つ魅力になってくるかなと思ってきますね。で、ディアブロ3っていうのは、もちろんね、そのアイテムの、ランダム性っていうのはディアブロ3なりにあるんだけど、アイテムのランダムドロップを狙うというゲームというよりは、むしろこのね、グレーターリフトというね、エンドコンテンツの中の、最適のマップっていうのかな、それを求めて日夜、潜るっていうところがすごく、強い、ゲーム性になっているのかなと、私は感じてて、まさにね、攻略動画なんかでも、その部分一番強調してお伝えしている部分にはなるんですけど、毎回入るたびに、マップが違う。ランダムマップのシステムって、初代ディアブロの魅力の一つでもあったんですけども、そこをうまい形で発展させたのがディアブロ3のグレーターリフトかなと思っていて、毎回中に出てくる敵、そして、火力バフがかかる闘門の位置とかさ、そういうものも全く違うという形になってますので、もう一度しかそのマップって出てこないんですよね。似たようなマップとか条件のマップっていうのはもちろんね、出るんですが、そうは言っても、
必ずしもそれが最適解とは限らないというようなシステムになっているので、まあね、ディアブロー3に関してはね、とにかく戦闘が面白い、で、そこのランダム性を、探っていくゲームという形で捉えてもらうと間違いがないんじゃないかなと思いますね。なのでなんだろう、なかなかこのプレイ画面見せていて、伝わりづらい部分があると思うんですけど、これはですね、今私はタイムが更新できるんじゃないかなと思って、ちょっとさ、あれなんだけど、あ、ちょっと厳しいかな。そうで、道中が良くてもこうやって、最後のボス戦でね、手間取ると時間が、短縮できなかったと。まあ、とにかくね、ランダム性の要素っていうのがやっぱりハクスラの最大の魅力、だと思うし、まあ、同じ例えば、アイテムでも、能力値がそもそも違うとかそういうとこもあるんで、まあ最高の一品を求めてさ、掘りを続けると、まあいつまで経ってもゲームが終わらないと、まあそういう意味で、無限に遊べる RPG っていうことが言われているというとこもあるかなと思いますね。でまああとですね、結構まあこれはディアブロ作品に言えることだと思うんですけど、まあディアブロ作品ってまあこのまあいわゆるアクション RPG というね、形態をとってるんで、まあなんていうかな、自分自身が上手くなることで、こう強い敵が倒せ、通常だと倒せないような強い敵が倒せたりとかさ、そういうなんていうのかな、アクションゲームの要素も、盛り込まれていて、なんていうのかな、装備、もちろんビルド解説とかで装備品の紹介と合わせて、立ち回りの解説なんかも してるのは、まあそれも理由で、なんていうのかな、装備品を組み上げただけでは実は強くなれないというかさ、装備品を知って、で、なおかつ、そのね、装備品に合ったスキル、そして立ち回りっていうものを覚えていくことで初めて、まあ結果が出せるというような、結果というか、まあ火力が出せて敵が倒せるっていうものになってくるので、まあそこの部分もやっぱりね、とても大きな魅力かなと思っていて、まあ結局装備品とかその、ランダムな部分に頼るところと、まあ自分の努力、練習によって変わってくるところっていうのがまさに立ち回りとかアクションの部分になってくると思うんですけど、まあそこが結構ね、まあやり込みがいがあるところなわけですよね。まあやっぱり最初のうちはさ、なかなかその、スキルとかビルドとかに合ってなかったりとかすると、まあいい結果が出せないんだけど、やっぱりその、何年時間もプレイしてくるとさ、そこら辺の、動き方とか、あと、まあ、新しいビルドが出てきた時に、それに対応する能力とかも高くなっていくので、まあ、そういう、なんていうのかな、自分自身の成長も、感じられるってとこが、アクスラのいいとこかなと思っていて。まあ、なかなかこうやってさ、まあ、動画で実際のこう、戦闘シーンとかを見てても、伝わりづらい部分とか、当然ながらあるので、まあそこら辺をね、攻略解説動画でまあ詳しく話してるっていうところになるんですけど。なんだろうね、ハクスラってすごく難しくて、まあ確かにこうやって繰り返してる要素が多いから、その、なんていうのかな、配信でこうむちゃくちゃ変化に富んだことができるとか、あと、なんていうのかな、実況でなんていうのか、こう、リアクションでむちゃくちゃさ、面白いことが言えるとか、そういう要素って少ないんだけど、ただハマる人はとにかく、もう黙々とさ、ひたすら、掘りができる、トレハンができるっていうゲームでもあるんで、なのでね、まあそのランダム性っていうとか気に入った方はね、やってみてハマるゲームかなと思いますね。逆にそのランダムな要素っていうのにイラつきがを感じちゃう、あ、またこのアイテム出なかったとか、そういう、あと、またいいマップが引けなかったとか、まあそういうことを当然ながらベテランプレイヤーでも思うんですけど、ただまあそこに何かしら、快楽のようなものが感じられるかどうかってところが結構ハクスラに向いてるか向いてないかの大きな違いなのかなと思いますので、まあね、そのランダム性が愛せるか愛せないかで、変わってくるかなと思いますね。まあ、結局のところですね、
まあハクスラってまあそういう風に長時間プレイ してなんぼのゲームなんで、まあ人によってこうプレイ時間とかそういうものも、違ってきちゃうんで、むちゃくちゃやり込んでるプレイヤーが強い、むちゃくちゃやり込んでいてなおかつこう立ち回りも洗練してるプレイヤーが強いっていうのはまあ致し方ない部分ではあるんだけど、うん、なのでね、あんまりこう特に最近配信とかまあ動画でいただくコメント見てて思うのは、やっぱりあんまりね人と比べない、これ大事ですね。まあ何度もなんか私もこのセリフを言ってるような気がするんですけど、あの自分にとってのこう日々の成長っていうのかな、それが楽しめるとね、おそらくあのハクスラやって苦しいってことはなくなるんじゃないかなと思いますね。まあ極端な話さ、こうやってグレーダーリフト1回回すだけでもまあレベルが1個上がったりとかさ、してレベルが1つ上がるとさ、あの知力が5個増えるわけですけど、まあ 0.01% ぐらい自分の火力が上がるとかさ、まあ本当にビビたる違いなんだけど、0.01% だってさ、1000回繰り返したらね 10% とかになるんで、なので大きな違いになっていくわけですよね。なのでなんていうのかな、まあ一歩一歩の積み重ねっていうのかな、まあ自分なりにこう楽しめる範囲でこう回していくっていうのができる、うん、なのでね、あんまりそうハクスラー長く続けられるプレイヤーかプレイヤーじゃないかっていうのは、その、まあ他人と比較す他人との比較に苦しむか苦しまないかっていうところもあると思っていて、まあその長時間プレイヤーっていうかさ、もう本当に朝から晩まで、ディアブロだけやってるっていう方もいらっしゃるんで、まあそういうプレイヤーに勝つのはなかなかね、仕事しながらとかだと難しいと思うんで、なのでね、なんていうかな、自分なりの基準で楽しめるって結構大事な要素かなと思いますね。多分そういう軸があるとなんか変な、他のことに惑わされたりとかしないでプレイできるんで、なので、ストレスも少なくプレイできると思います。あんまりにも人と比較しちゃうとかそういう場合なんかはちょっとまあ長期的な目線で見ると楽しめなくなっていく可能性があるので、うん、まあ自分なりのなんていうかな軸、まあ自己記録とかさ、昨日の自分に勝つ的な部分っていうのかな、そういう部分が、まあ、純粋に楽しめる人だったら、長く遊べんじゃないかな、という感じがしますね。もちろん人に貸したいとか、人に自慢したいとか、まあ、そういうので始めるのもいいんだけど、まあ、飽きも早いのよね。他人に駆動されてやっていくと、まあ、当然ながらその人が辞めちゃう可能性もあるし、まあ、他の人が辞めちゃう可能性もあるし、うん、だから、まあ、自分なりの価値基準で、うん、まあ、進歩を楽しんでいく、うん、それがまあ最高のゲームだと思いますね。で、まあこれもねアクション RPG なんでよく聞かれるんですけど、アクション下手だとできませんかとかそういうことも聞かれるんですけど、まあ比較的ハクスラはアクションゲームのアクション要素があるゲームの中では簡単な部類、うん、まあ当然ながらなんだろうな、ビルドによっては結構いろんなタイミングを合わせたりとかそういうことも必要になってくるんですけど、まあ反射神経的なそういうものがなきゃいけないとかそういうゲームじゃないんで、まあ比較的アクションの難易度は低めなゲームが多いかなと思いますね。まあ、当然ながらなんかディアブロライクと言われる作品の中にはかなり死にゲーに近いようなさ、バランスになってるようなゲームもあるんで一概に言えないんだけど、ディアブロに関してはちゃんと装備品とレベル上げをして、まあしっかりとこう火力の出るビルドが組み上がれば倒せない敵っていうのはいないように作られてますので、なんだろうな、そんなにむちゃくちゃそのアクションが得意じゃなきゃできないとかそういうことないんで、私どっちかというとそういうゲーム苦手な部類なんでそんな私でもまあちゃんと、クリアできてるし、ランキング上位に入れることもあるので、なのでねそこは安心してもらっていいかなと思い
うん、アクション苦手だけどなんかこういうアクション要素のあるゲームやりたい、そんな方にこそむしろおすすめしたいゲームになってきますので、うん、まあなんていうのかな、こう一歩が踏み出せないという方の参考になればいいかなと思います。そうなんだよね。まあ当然ながらね、こう人によって本当にやり込み時間って全然違うから、まあ、さっき言ったように、うん、そこもいいところなんですよね。むちゃくちゃやり込むこともできるし、まあ毎日30分とかそういうレベルでも楽しんでいくことができる、うん、そこもディアブロのいいところだと思っていて、時間がないなら時間がないなりに、時間があるなら時間があるなりに、プレイができるっていうところがあると思うんで、なのでまあぜひね、皆さんなりのこうハクスラーライフの送り方っていうものがね、楽しめたらいいかなと思っております。まあ、なかなか見た目はこう地味だし、あとまあ海外ゲームでさ、ちょっとこうキャラのデザインとかそういうところは日本の RPG とは違う雰囲気があると思うんですけど、まあただそのランダム性の呪いというかさ、魅力に取り憑かれた人は、まあこの沼から抜け出せないというような中毒性が高いゲームになってきますので、うん、まあなんていうのかな、向き不向きはさっき言ったようにあるんだけど、ハマる人は本当にとことんハマるゲーム性だと思いますので、まあぜひね、まあディアブロ4を始めから始めるよっていう方でも、まあ、過去作は過去作で全くディアブロ4とはまた違う魅力を生み出してくれてる作品になるし、特にねディアブロ作品は、メンテナンスもねしょっちゅうされて、まあシーズン制度ですね、3ヶ月か4ヶ月の間、みんなが用意どんでレベル1からキャラクターを育て直すというキャンペーンもね頻繁に行われてますので、なんていうのかな、まあ一旦やり込んで、できる要素すべて やり終わったっていう状態でも、また新しいシーズンが来るとね、その中でしかもらえない報酬とか、その中でしか組めないビルドなんかが、存在していて、まあそういうものは遊ぶ、魅力もあると思いますので、まあね、ディアブロハクスラ、まあなんかちょっとこう動画見ててもなかなか、伝わらないんだけど、どこにハマるのっていうのが気になる方のまあ参考になる話が少しでもできていたらよかったかなと思います。まあ、文句なしに私としてはおすすめできる、ゲームのジャンルにはなると思いますので、まあ一度騙されたと思って、まあ一作品遊んでみてほしいなと思います。はい、今回も動画見てくださってありがとうございました。哲学とでした。